玉手山古墳群玉手山古墳群の一玉手山古墳群は大阪府柏原市にある古墳群。大和川と石川との合流点の東南に南北に伸びる玉手山の鉱石丘陵上に点在する古墳群である。玉手山古墳群は三種類の古墳群によって構成されている。第一は古式古墳群である。十三基の前方後円墳と二十数基の円墳があり。 それらは、丘陵全体に分布する。縦穴式石室を主体設備とし、鏡、玉、刀剣、工具類を服装していた。丘陵中腹の安福寺境内には、古墳群から発掘された自覚門のある、先竹形石棺が、長図鉢に利用されている。畿内地方でも、古式古墳が、このように、大群衆の様相を取ることは、極めて稀なことである。第二は 丘陵の最録に近く業界岩層があって、この部分では横穴墓が山腹に掘り込まれている。横穴墓の時数は不明であるが数十基と推定される。石棺を作り付けたり、刀棺を用いたりしており、後期の副葬品が発見された。第三は横穴式石室を主体として家型石棺を安置した後期古墳が一基ある。したがって、 玉種産古墳群と呼んでも、1と2.3の古墳の間には、本質的な相違を認めなければならない。1号墳、2号墳、3号墳、7号墳玉種産、古墳群の主要部分を構成する上記の13期、前後の前方後円墳は、従来、古墳時代前期後半を中心とするものと、評価されてきた。その後、金剛山産地、生駒産地を隔てた。 奈良盆地の前期古墳の調査が進み、また埴輪研究などの進展もあり、玉手山古墳群の形成は、古墳時代前期前半に遡り、前期中頃には収束を迎えると考えられるようになっている。玉手山一号墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。